令和2年5月7日、新型コロナウイルスの感染防止対策に役立ててほしいと、阿蘇市民2人が医療機関にマスクを送りました。医療機関にマスクを送ったのは、阿蘇市内巻在住の荒木智春さんと長野博隆さんの2人です。2人は、阿蘇市の障害者支援施設で作られた手作りの布製マスク500枚を自費で買い取り、 阿蘇市内のの3つの医療機関に寄贈しましまた。この日は、阿蘇市黒川の阿蘇医療センターを訪れて、甲斐豊委員長に、感染防止に役立ててくださいと、250枚のマスクが入った箱を手渡しました。これに対して甲斐委員長は、コロナ対策で緊張の日々が続いている職員にとって、温かい贈り物をいただき、大きな励みになりますとお礼を述べました。